はい、それではあの時間が来たので、えー、っとじゃ最後の部分ですね、あの並列可視化というところに入っていきたいと思いますけれども、えっと、ここまでで何かご質問とかご不明な点などはありますでしょうか。いいで,すかはい、ではですね、あのまあ、最後のところでまあ並列の可視化ということで、あのまあ、今まであの主に計算のことをやってきたんですけれども、あのまあ、可視化について少しお話ししておきたいと思います。 で、あのまあ、これはですね、えーとまあ、資料読んでいただいた方は分かるかと思いますけど、まあ、私があの、えー、と数年前までやっていたというか、まあ、今でもあの、えー、と一部は他のプロジェクトにあの、えー、続けてやっているんですが、まあ、その中で作ったまあ可視化ツールをです、ねあのー、この講義というか、えー、講習会の中で使っておりますので、まあ、それの,あの紹介ということです。 もともとですね、あのまあ、私こ、こういうの並列計算に関わる研究というのをずっとやってきたんですけれども、あのまああのえー、と初めて、えー、この並列有限要素法って学んだ方にとってどのぐらい難しかったか簡単かというのはよくわからないんですけれども、まああのえー、とアンケートなどもありますので、ね、まあ、そこら辺でまたあの、えーとえー、書いていただければと思いますけれども、あの まあそれほどです、ね、難しいものではないわけなんですけれども、ただ、ですねやはりあのなかなかですね、えー、っといろいろなものを作ろうと思うと、ですね、まあ、そのたびにいろいろあの一から作るというのも大変ですあ,の、まあ有限要素の場合、ですねあの,他の、えー、っと一度作ればいろいろ転用は効くわけなんですけれども、ただ、それを全部一人でやるのも難しいだろうということで、あの何かですねあの共通の基盤みたいなのがあったら便利だよ。 という話をですね、もうこういうあの並列有限要素法を始めた直後からもずっとですね、周りの人とはしてました。もう本当に20年来ですね。で、あの、まあ、特にこの有限要素法の場合はですね、あの見ていただいたように、この並列でやらなきゃいけないところってちょっとなんですよね。ですので、まあ、そこら辺あのもうちょっと工夫すればですね、あのなんか、えー、利用者が簡単に並列のプログラムを作れるようなフレームワークを えー、できるんじゃないかなというのをあの考えて、まああの、そういう研究もずっとやってきました。あとは、まあ、あのチューニングですよね。まあ、今回、あまりその性能チューニングみたいな話はしなかったんですけども、まあ、やはりこの素行列ソルバーっていうのは、ですねなかなか性能が出にくくですね、まあ、チューニングが必要なんですけども、まあ、そのチューニングの仕方しかたもです、ねあのまあ、このシステムによってさまざまであると、えー あるいはコンパイラーですね、というところがあるので、まあ、なかなかですねあの全部一人でやるのは難しいということで、まあ、そういうことをで,す、ね、できるだけ吸収できるようなフレームワークがあったほうがよかろうというのが基本的な考え方です。それであの、まあ、20世紀の終わり頃でっ、ねえー、とこの地球シミュレーターなんかが出てきたところで、ですね、まあ、そういう、あのー、ことをやっていましたけれども。 まあ今はですね、えっと、もう本当に、計算機の環境ってどんどん多様化してきてですね、マルチコアとかメニーコアとか GPU とか、まあいろいろなものが出てきているということで、まあこれからですね、またあの複雑化というのは進んでいくだろうと思います。まあ GPU もですね、あのちょっと前までは本当に NVIDIA の GPU だけだったんですけれども、今インテルも、あと AMD も GPU 出してますのでね、 まあ、なかなかあの利用者にとってはあの厳しいところで、まあ、それによってプログラミング環境なんかも変わってくるのでね、あのまあ、ちょっとしばらくあの落ち着くのに時間がかかるかなというところではないかと思います、まあ。ちょっとこの資料を作ったのはもう随分前なんですけど、まあ、あまり状況は変わってないですね。はい、でですね、あのえー、っとですね、まあ、この HPC ミドルウェアっていうものを あの作ってきたんですけれども、要はあのーまあ、アプリケーションを作る人からですね、こういう並列化とか、あるいはその最適化っていうものをなるべく見えなくするような、そういうです、ねまあ、仕組みのことを言っています。はい、であの、そういう背景の元にですね、あのーまあ、ちょうどこれ10年ぐらい前から始めて、あのー、もうつい最近までやっていたのはこの PPOpenHPC というやつで、これはですね、あのーまあ、ポスト ペタスケールに向けた、あのまあ、そういうアプリケーション開発のための,プレあのフレームワークということで、えっと、今ですね、あのまあ、東大の情報基盤センターで動いているこのオークフェレストパックスって、まあ、今回使った、えー、のではありませんけれども、そういうあの大きなシステムがありまして、まあ、それに向けてですねあのやっていた、まあ、ソフトウェアのプロジェクトです。あのまあ、オープンソースでですね、あのこの GitHub から今でも取ってこれるようにはなっています。まあ、ちょっとこれ国際 全体的に展開することを考えてたんであの、ドキュメントとか全部英語なんですけどね。はい、まあ,あの、これが全体的な様子で、まあ、この離散化手法ごとにですね、この、えー、フレームワークを用意するということと、あと、あのーまあ、マルチグリッドとか、あとグラフ処理とか、可視化とか、あるいはあのカップラーですね、そういうあの共通基盤的なものはまたちょっと別途用意するということですね。まあ、そんな感じで、えー、やっていました。 でまあ、今回、このそれに関係してあの可視化のですね部分をちょっと紹介していきたいと思います。それで、あのえー、っとですね、まあ、ちょっとこれやってみましょうか。であの特にまあ今日はここの話を中心にやるんですけれども、まあ、この p p o p e n マスっていうあのマスライブラリーの、えーっとですね、レイヤーがありまして、まあその中でですね、あのこの、まあ、可視化のですねちょっとあの特化、えー 今回の問題に特化したものを今回はご紹介いたします。それで、あのまあ、この並列の可視化っていうのはですね、まあ、あの結構、えーまあ、今でもやっぱり研究のトピックの一つであると思うんですね。でまあ、私は別に可視化の専門家っていうわけではないんですけれども、あのまあ、可視化の専門家の人にいろいろ教えてもらったことをちょっとここでは受け売りしておきます。で可視化 っていうのはですね、結構いろんなプロセスがありまして、まずあの計算をやるわけですよね。それであの、えー、とデータが出てきてっていうのは、これ結果ですね。で、その後、そのフィルタリングとか、マッピングとか、レンダリングとか、で、最後にそれを表示するということになります。で、今ね、あのー、まあ、やってるのは、このシミュレーションをやってですね、で、出てきた結果をですね、まあ、例えば AVS とか、あのーえー、あるいはその、今回出たパラビューですね。そういうものを使って、あの、表示しているわけですね。 あのまあ、そういう可視化のソフトの中ではです、ね、このフィルタリングとかマッピングとかレンダリングとかをやってるわけです。はい、それで、あのまあ、ここまであ,のあまり可視化の話はしてこなかったんですけれども、えっと、今回ご紹介した並列有限要素法のプログラムはですね、あの今日えー、っと、えー、いつだったかな、な先ほどでしたかね。あのえっと、この 昼休みの直後のところで可視化の話、1ページだけしたと思いますけれども、基本的にはですねあの分割して計算したファイルをまたくっつけて、一つの大きなファイルにして、えー、見るっていうような、そういうあのやり方なんですよね。ただ、それだとですね、あのせっかく規模を、えー、小さくして効率化したのに、あのまあ、でかいファイルがあったんじゃちょっと。 えなというところがあるんで、まあ、それをですね、あのー、もうちょっと,、えー、と効率的に可視化できるようにしようという、そういう考え方です。それで、あの、まあそういう考え方のもとにですね、まあ、今回その並列可視化というのをやったんですけれども、まあ、基本的にはこの並列計算とですね、この並列可視化、あのこの部分ですね、この部分をあの同時に実行します。で、あのー、 まあ例えばパラビューとかマイクロエー a b s みたいなものを使ってですね、この自己完結的なファイルを生成して PC で見るということになります。というか、まああの I あの、いわゆる可視化用のファイルですね。それで、あのジェオヘムっていうプロジェクトが昔あって、そこではですね、あの、まあ、この PB っていうのがパラレルバックエンドこれあのこれ、いわゆる並列計算機ですね。VF っていうのがああのまあ、PC のことです。で えとちょうどですね、このマッピングとレンダリングのところで、この境目を置いてたんですね。で、あの、えー、っとですねあの、これはですね、まあ、出てきたファイルっていうのをあの可視化するときにはですね、あの例えば、パラビューみたいなあのソフトウェアを使って、視点を変えることはできたんですけれども、まあ、例えばあの、可視化する変数を変えたりとかですね、あとその3次元のときに面を切り出したりとか、 そういうことはできなかったんですね。もう本当に絵のファイルが出てくるだけというような状況でした。で、あのまあ、ちょっとそれだとあの不便なんで、もう少しですねあの、使い勝手のいいものを作ろうというのが、これをやったときの,あの、えー、考え方です。で、あのもうすでに並列可視化っていろんなところでやられてるんで、まあ、ここで目的としているのは、あの例えばその最大とか最小とかですね。 あと全体的な分布をあ,のある程度見ることができればいいんじゃないかということで、あ,のあとまあ形状もある程度再現してほしいというような格好で、えーまあ、考えました。なんで、そのためにですね、この並列計算とですね、この、えー、と PC がやるところのですね、あの境目をちょっと,、えーとまあ、手前に引き上げてやる必要があるんですね。ですから、まあ、ここで書き出したファイルを、まあ PC で、見るとということですであの、まあ、今回、かなり単純な形状を扱っているということもあって、ですねあのボクセル型背景格子というのを使って、ですねあの、まあ、可視化をやることにしました。まあ、ボクセル型階層格子というのは、要はこういう形で、ですねあの、まあ、立方体、ないし直方体をですねこの8分岐でどんどん,どんどん細かくしていくんですね。 それで今、あの形状は一定ですので、あのーまあ、なんかその値の分布がですね非常に大きなところだけちょっと細かいメッシュを入れてやって、でですねであのそこだけ細かくしてみるとで。それ以外のところはです、ね、もうもう思いっきり荒くていいわけですよね。でそういうふうにしてみるということで、あのーまあ、例えば100万とかですねあのー、1000万というようなメッシュがあったとしても、ですねあのこういう方法を使えばですねあの分布の少ないところは、まあ、 こういう洗いメッシュを使うことができますので、えー、っとですねあの、それを使って、えー、っとあの、まあ、可視化をしてやるという、そういう考え方です。はい。まあ、こんな感じですね。はい、で、えー、っと、例えばこれ、あの、まあ、今日、えー、っと、あの、朝、えー、地震に使うメッシュをちょっとお見せしたかと思いますけれども、 あのまあ、これがですね、あの元元々の有限要素の名刺です。それであの、ボクセルを使うと、ですね、まあ、こうやってガタガタになってしまうんですねあね、当然なんですけども。ですけれども、まあ、場所によってちょっとそのあの細分化をしたりすることによって、ですねまあまあ,あの、そんなにおかしくない、えー、っとですね、えーまあ、ちょっと細かいところを見ればた、確かにです、ね、違うんですけども、えー、っとあの図形、あの元々の形状を再現することが可能です。 あと、これは、あの、Q ですね。あの、Q の周りの流れなんかもですね、まあ、ちょっと,と、あの近めで見るとどうしてもガタガタしてますけども、まあ,あ、遠くから見ればかなりですね、あの形状を再現できているんではないかと思います。なんで、まあ、あの、こういうですね、ボクセル型の格子を使って、えー、っと、あの可視化をやってみるということを、えー、この時はやっていました。で、あの、今回は、形状が、あの、すごく簡単な問題ですので、 まあ別にこのボクセルでやっても全く問題はないですね。それで、えっ、ー、と、まあ、そのためにやった、あの、えっ、ー、とですね、まあ、ライブラリーとかを使ったあの可視化のですね、えっ、ー、と、プログラムをですね、こちらに置きましたので、えっ、ー、と、まあ、コピーしてですね、あの展開してみてください。えっ、ー、と、この、まあ、ご自分のとこ行っていただいてですね、この BFM の下の まあ f とか c の下に pfem3d with.tar っていうのがありますので、それをですね、コピーしていただくとですね、あの、pfem3d の下に、あの、srcv とですね、lanv、えー、という二つのですね、あのディレクトリーができますので、えっ、ー、と、そこへ行ってですね、あのー、まあ、あえっ、ー、と、ま、あ計算をしてみてください。あの計算の仕方はまた後 あのお話しますけどでまずはちょっとコンパイルを、えー、としてみていただけますでしょうか。でですね、あのファイルをコピーしたら、ですね、えー、とこのソース V というところに行っていただいて、えーとまあ、これフォートランの例ですけども、あのコンパイルを、えー、していただきます。するとです、ね、ランという、ランじゃなくて、ラン V ですね。ラン V というところに、ですね、えー、とこのソル V と。 いうのができますすののでまままああこれををねあの使って計算をします、まあ、まずちょっとコンパイルしてみてください。で、あのファイルができているかどうかというのを確認してみていただいて、と何か問題があれば言ってください。よろしいでしょうかね。そしたらですね、 あのまあ、こちらがですね、あの、メイクファイルですね。フォートランとシート両方あると思いますけれども、えっ、ー、と、このメイクファイル .in というのがあってですね、まあ、そこから、あの、いろいろファイルを、えっ、ー、と、引いてくるようになっています。えっ、ー、と、これが、まあ、メイクファイルですね。はい。それで、えっ、ー、と、メイクファイル .in というのはですね、あの、えっ、ー、と、もともとですね、えっ、ー、と、これなんだ、あの、 いろいろなファイルが入っておりまして、このワークの GT00 Z3088 って、これ私のディレクトリなんですけど、ここにですね、いろいろとあのファイルが入っていてです、ね、それをです、ねあのーまあ、リンクしてですね、あのまあ、このコンパイルをやっているということです。はい、なんで、こういうところにです、ね、あのそういうファイルが入っているということです。 それで、えー、っとですね。あの、まあ、これが makefile.in の内容ですね。はい。それで、あの、まあ、これが、あの、プログラムです。で、あの、基本的には先ほどご紹介したですね、あの、並列有限要素のものに、あの、いくつか、あの、追加情報を、えー、付加する必要があります。まあ、本当はもうちょっとインターフェース簡単にしたかったんですけど、結構、えー、っと、 なんていうか、入り組んでます、まあい。いくつかですね、こうやって変数を制限してやったりとか、あのこういうですね、新しい、あのえっ、ー、と、モジュールを融通してやったりとか。であとあの、えっ、ー、とですね、コントロールファイルとか呼ぶ前に、あのちょっと、えー、いくつか、あのイニシャライズ用のですね、えっ、ー、と、あのー、関数を読んでやったり、えー、準備をしたりというようなことがあります。まあ、この色がついているところが新しい部分ですね。 それで、あのまあ、計算をやった後ですねあの、この実際のその描画の部分ですね、それの、えーっとえー、関数を読んでやるということになります。でこちらが C の場合ですね、まあ、C の方が若干あのインターフェースとしては、えー、楽かなって感じですね。はいまあ、それでもいろいろやらなきゃいけない。 であの手順としてはですね、あの局所分散メッシュファイルがあってですね、それはのソル V というやつで読みます。で、インプットポツダットは、まああのえー、っとこれまで使っていたのと同様ですね。で、ビズドット CNT っていうですね、あのこの可視化用の,あのコントロールファイルを読み込むとですね、えー、っとこのビズテンプ1 i ト p ンプという名前で、えー、っとこれパラビューのです、ね、Paraview の出力をあの出すことができます。はいで えーっとですね、あの、ちょっとじゃあこれ、実際に、えー、っとですね、あのー、やってみましょうかね。はい。それで、えー、っとですね、まずですね、r a ブ v というところに行っていただくとですね、えー、っと、あれこれ、あれだな。P メッシュがないんだな。はい。 ちょっとお待ちくださいね。えー、っとですね。あれおかしいちょっとファイルがちょっと足りないようなので、ちょ,ちょっとね、あのえー、っともう一回ですね、ビルドをし直しますので、ちょっとコピーをしたやつを、あのもう一度コピーをし直してください。ちょ,ちょっとお待ちくださいね。えー、っとですね。 でしょえー、っとはい、すいません。えー、っとですね、じゃあちょっと申し訳ないんですけれども、もう一回ですね、あの、えー、っと、これですね、ここまでちょっと戻っていただけますか。それであのコピーをし直していただいて、それであのもう一回、すいませんけどあの、コンパイルしてください。はい、そしたらあの大丈夫ですの、ね、で。 すみません、ちょっとファイルが足りなかったです。はいえー、っとメイクを、えー、っとしていただいてですね。で、まあ、ランというところに行っていただくと。あれあれあラン V ですね。はい。失礼いたしました。はい。じゃあ、あのコピーして、えー、っと展開して、 であの、メイクをしてあのください。するとですね、あの、えー、っとですね、で、あのこの27ページから、えー、やっていただくんですけども、まずあの、パラレルメッシュ生成をしてもらいます。それで、えー、っとですね、あの、まずメッシュインプと mg.sh をあの、いじってください。で、あの、メッシュインプは、この256、256、256で884としていただくとですね、まああの、 256の3乗ですよね。これ、節点数です。ですから、節点にすると、あの16、1680、えーまあ、万近いですね。はい。まあ、1700万節、えー、点近い。で、あの、要素はちょっと少ないですけど、やっぱりそれでも1650万ぐらいということになります。で、884ですから、256分割ですね。ですから、あの、えー、っと、あの、 884で割るとですね、1プロセスあたり 32×32×64 ということで、えっ、ー、と、これだとどのくらいかな、あの、まあ、7、8万ってとこですかね。はい。えー、っうと、こになるかと思います。で、ですので、mg.sh はですね、これ8、えー、あの、ノードを使ってですね、この256プロセス、えー、立ち上げる必要があります。はい、で、あの、まあ、えー ということで。ですので、このメッシュドットインプットですね、あの、mg.sh を、あの、お手元でちょっと、えっ、ー、と、直していただいてですね、はい、あのやってみてください。えー、っと、まあ、これ8ノード使うんで、結構時間が、えー、時間がっていうか、あの、少し待たなきゃいけないかもしれませんけれども、あの、えー、っとですね、メッシュドットインプこれですね、884。 なってます、ね、で、あとは mg.sh ということで、えー、これをやります。なので、えー、pjsub の mg.sh というふうにしてやるとですね、あのまあ、メッシュを、えー、作ってくれます、はい。もう実行が始まってますね。はい。はい、これ、割とすぐできても、あのこれで256メッシュがもうできた状態になっています。 終わりましたねなんで、例えばこの P キューブの197っていうのは、えーまあ、こんな感じですね。一、はいまあ、つ、えー、っとこれはない点の数が6万5千ぐらいですかね。はいまあ、そんな感じになっているということです。いかがでしょう。 ちょっとこれ、もしかしたら若干時間がかかるかもしれませんので、少しお待ちしましょう。まあい,いや、ちょっとあの、まあ、できた人は次に行っていただきたいんですけれども、あの、ラン V の中のですね、あの、inputpots. とですね、go.sh をあの直していただいて、えー、っとあの、今度は go.sh をサブミットしてください。 それで、インプットポツだとは、まああの同じディレクトリの中にある p c u b e n なんとかっていうのを読みに行くわけですね。5.sh はあのさっきのメッシュ生成と同じで、8ノードで256プロセスということになります。それで、えー、っとですね。5.sh がこれですね。ですから、これはまあ多分そのままでそらくいけるんじゃないかと思います。 それで、あとは、あの、インプットボツだとですね。はい。これも P キューブでよろしいということで、まあ、これをね、実行しています。するとですね、まあ、これ、計算始まりました。で、結構これ、時間かかります。というのは、あの、絵を、の、ファイルを作るとか、やっぱ、ちょっとあまり賢くないんで、ちょっと時間がかかりますので、ちょっとそれはご注意ください。 まあ、結構時間かかりますよね。あ、終わったか。それでもすぐ終わりましたね。はい。なので、えー、っと、まあ、このビ i z i n p u t 1 i n p というのがですね、あの出てきたものです。で、えー、っとですね、これ、もともとですね、あのまあ、メッシュ数すごく多くてですね、1700万とかそういう あの結構多分皆さんも今までやったことがないぐらい大きな規模のメッシュだと思うんですね。で、これ1700万メッシュとか書いてたらあの結構なあの、えー、とデータの大きさになるかと思います。えー、そうですね。まあちょっとどのぐらいの規模になるかっていうのもちょっと想像もつきませんが、まあ例えばあのやっぱり10の7乗ワードってことですから、えっ、ー、と、 まあ、ほとんどのデータが整数ですけどね、まあ、ただあの実数もありますので、えーっとまあ、だいたいその1データにつきですね、えー、っと10の8乗、えー、すなわち、あのー、100メガワードぐらいってことになるわけですね。あ100メガバイトぐらいってことになりますよね。であのメッシュだとやっぱりそのですね、あのー、やっぱり10倍から20倍は いますのでまあ、やっぱりギガバイト級の、まあまあ、そこそこ大きなファイルになってしまうわけなんですけども、えっとですねまあ、今回はこのボクセル法のによるです、ね、あの可視化法を使ったんでかなりあの少なくて済んでますあそれでですねすみませんこの biz.cnt っていうのを説明するの忘れたんですけどこれがですねあの、まあえー 可視化を制御すするためのものもですそれであのいろいろ数字があるんですけど、一番重要なのはこれですね、1000ってやつで、1000っていうのが、要はあのメッシュの数が大体1000ぐらいのに抑えるっていうですね、あのそういう、えー、ものです。もともとこれだけ、えー、あったわけなんですけれども、あの実際に、えー、っと可視化するとですね、接点数が1436、えー、要素数が1000ということで、まあ、 あのー、1万6千分の1ぐらいになっちゃうわけですね。はい。あの、非常にちっちゃいものにできます。ですから、それなりにもちろん、あの、メッシュは荒いんですけれども、あの、かなり小さくすることができるということです。まあ、あの、さっきのこのビズ、あれビズ、えと、テンプの、見ていただくとですね。まあ、これですね。1436っていうのが、 えと接線の数でこの線2っていうのがあのメッシュの数です。はい、で、まあ、こんな感じに、あのえー、とかなりまあ簡略化されてますよね、えー、なります。はいまあこれが出てくる、えー、もので、まあ、場所によってちょっとメッシュの,です、ね、あの解像度が 変わってるっていうのが分かるかと思いますけれども、えーまあ、大体これを見ればですね、まあ、大体全体としてどういうふうになってるかっていうのが、えー、分かりますので、まああの、ある程度の状況を、えー、把握することができるということになります。なんで、まあ、あの可視化ってやっぱり、えー、なかなかそのままやると、あのすごくあのファイルサイズが大きくなってしまうので、 まあこうやってあの適宜あの間引くんですよね。それであの変化量のあまり大きくないところはですね、あのー、ちょっとメッシュを荒くするとか、そういうことによってあのまあ制御はすることができます。まあ、今回はそのメッシュ数を1000とかですね、かなり極端な、あのに少なくしたおかげでですね、まあ、こういうことができているということで。 まあ例えばこれあの10万ぐらいでもですね、えー、PC で見ることはえ十分できますので、あのー、まあ10万ぐらいだともうちょっとあのまともな絵が描くことができます。はいまあ、この辺もですね、あのこのマックスボクセルカウントっていうようなところをちょっといじることによってえ変えることができます。あとですね、あのまあ、このファイル、 コピーの仕方についてあの最初のので少しご紹介しましたけれども、えーっとまあ、割と簡単なのはです、ね、あのこの bizTemp1.imp っていうのをこのホームの,あのトップディレクトリのところにコピーしてしまうんですねこうすればできますであの PC の方からこの scp のコマンドであの、まあ、この下にあるズ i z t e m p 1 i m p を自分のところに scp しなさいという命令を入れてやると あの、PC にあのダウンロードすることができますので、まあ、あの、自分のね、PC で見るときは、こうやって試してみてください。はい。以上、あの、並列可視化について、あの、ごく簡単ですけれども、えー、ご紹介をいたしました。まあ、ちょっとこれは、あの、ぜひ、いろいろと試してみていただければと思います。まあ、なかなかね、あの、えー、っと、この何千万 で場合によっては、奥の単位にだんだんなりますのでね。まあ、そういうときに可視化をするときのやり方というのは非常に、あの、技術的には大きな問題なんですけれども、まあ、基本的にはこうやって、あの、間引いてやるってことをね、えー、取り入れることによって、あの、まあ、普通の PC でも見られるようなファイルを作るというのは、まあ、基本的な、あの、アプローチの仕方です。はい。すいません。ちょっといろいろと、あの、 えっとファイルの不備などがありまして、はい、申し訳ございませんでした。えっと、ここまでで何かご質問など、えー、ございますでしょうか。よろしいですか それでしたらですね、一応あのこれでですね用意したあの、えー、っと材料はすべ、えー、てお話をしました。で、あのまあ、ちょっと今回初めての試みということもあってですね、まああの普段教えていたその最後のハイブリッド並列のところは、もうあえて今日はあはお話はしないということで、まあ、なるべくですねあの、演習の時間を多く取るようにまあ心がけてはきたんですけども、 まあちょっとですね、あの、今からほど、前回がやや、あの、時間配分が少し、えー、くなかったというかですね、最後のところが少し、あの、時間が足りなくなったりしたんで、えっ、ー、と、ちょっとあの、ご不便をおかけしたかもしれません。はい、ではですね、あの、えっ、ー、と、とりあえずこれで終わりたいと思います。で、あの、この後、えっ、ー、と、あの、6時まで、えー 演習をすることができますので、あのもし、えー、やりたければ、やっていただければと思いますし、あと何かあの全体を通して、えーっと、ご質問とかご意見みたいなものがあれば、あのせっかくですので、はいあの、言っていただければと思います。で、えー、っとですねあの、アンケートを多分、あのウェブベースであの、えー、お願いする。 もうお願いしてるのかもしれませんけど、お願いすることになると思いますので、まあ、あの、なんか言いにくいことがありましたら、そちらにですね、汚ない意見をあの書いていただければと思います。えー、っと、特に、あの、えー、っとですね、まあ、あの、おそらくこれまでですね、えー、っと、部分的に講習会をあの受けられた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、 まあ今回こういう形でですね、あの4回に分けて、まあ、結構あの長期にわたってですね、まあ、あの足掛け4週間、えー、ということになるわけなんですけども、やったわけなんですが、こういうやり方に関してはいかがでしょうかね。あのー、まあやっぱりちょっと長すぎるっていうのもあるかと思いますし、あとまあ,あ、なかなかですね、やっぱり全部、えー、学ぼうと思ったらこういうやり方でやるしかないんですね。で、あの。 まあ4日続けてやるのは結構つらいなと思っていたんですけど、まあ、こういうあのオンラインですと、こうやってあの分けてやることもできますので、あのー、まあ特にあの地方に住んでる、住んでる方、地方にいらっしゃる方にとっては、えー、まあこういうやり方の方がもしかしたらいいのかもしれないなとは考えておりますが、はい。えっと、何か、あのえー、っともちろん内容そのものについても結構ですし、えー、特に、 言っておきたいということがあれば、ぜひ伺いますけれども、何かございますか。よろしいでしょうかね。そしたらですね、まあ,あの、特にご質問とかご意見、ないようでしたらですね。えー あのまあ、とりあえずこれで中締めとしますので、あのもう特に退出していただいても結構です。であのえーとまあ、6時まではあの、えーと、さっきのチュートリアルっていうのは使えますので、あのそれを使って、えー、やっていただければと思います。それで、あの一応あの、本年度のですね、あのえー、っとですね、 まあこの講習会、これでもちろんあの終わりなんですけども、また来年度もですね、いろいろと,えっとですね計画をしておりますので、もしあのよろしければ、受講をいただければと思います。それでですね、あそっか、ちょっと、まあ,あ、お時間があればあのでいいんですけど、ちょっとこの後もやや雑談になりますけども、一応、あの 当、ね、方の,あの新しいシステムが入りますのであの、そちらのご紹介をちょっとしておきましょうかね。はい